パトリック・スミスは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、キックボクサー、ボクサー、コロラド州デンバー出身、ロボ隊所属、ブラジリアン柔術紫隊、空手、テ、コンドー、憲法、ハプキドクロー黒帯、チャックノリスやブルースリーなどのアクションスターに憧れて、弟とフルコンタクト空手を始める。その後遠心会館主催で開催された1993年の、 裁きチャレンジで優勝。空手での試合では黒い道着を着て試合に臨むことが多い。聖堂会館の大会へ出場したこともある。1993年10月3日、聖堂会館主催の空手ワールドカップ93に出場。1回戦で佐竹正明に宇宙弾付きを膝で塞がれ拳を怪我し、1本負け。 1993年11月12日、UFC1 に出場し、トーナメント1回戦で、ケンシャムロックにヒールホールドで1本負け。1994年3月11日、UFC2 のトーナメントを3試合勝ち抜き、決勝で、ホイス・グレーシーと対戦したが、パウンドで、ギブアップ負け。1994年4月30日、 K1 グランプリ94の1回戦でアンディフグと対戦。試合開始直後にフグの得意技であるかかと落としからの右フックでダウンを奪うと直後に右アッパーで2度目のダウンを奪い、開始19秒で小勝ち。準決勝ではピーター・アーツに小負け。1994年9月18日、K1 リベンジでフグと再戦し、左膝蹴りで小負け。 リベンジを許してしまった。1994年12月10日、K1 レジェンドランで木元総合格闘技ルールで対戦し、バックマウントパンチで TKO 負け。1995年3月3日、K1 グランプリ95の1回戦で、スタンザマンと対戦し、右ローキックで小負け。百九十五年九月三日、K1 リベンジで、武蔵のデビューの相手を務めたが、 左ハイキックで小負け。1995年12月9日、K1 ヘラクレスで、田村清志氏と総合格闘技ルールで対戦し、ヒールホールドで一本負け。1997年にはキングダムに参戦。9月3日に、安城陽児、11月15日に、柿原元人、11月19日に、金原博光と対戦した。 2019年6月18日午後3時15分、暴行眼により死去した。55歳だった。不法、K1 戦士、パトリック・スミス死去55歳からて、初期 UFC でも活躍。まとめまとめ。https、まとまめ .jp、ユーザー、ヨネポ665、71CF5DCD03。 CDC 4897キャブ2019年6月20日、閲覧。ありがとうございます。